スビチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。マリオ高野です。今回こちら私が購入した新型ビアラ Z R グレード、これでですね、山道を走ってみると、その印象をですね、報告をしたいと思います。この車ですね、納車から、22、23日経過をしまして、総距離5000キロをですね、超えまして、奈良市の方は、もう万全に完了がしたと。もう結構前から3000キロくらいからですね、もう普通に、気にせずに走るようにしてるんですけども、比較的最近になってようやくこのね、山道らしい山道を、走る機会が、得るようになりました。で、この購入する前からですね、一つ大きな、気になるポイントとして、あの S グレードね、18インチのプライマシーの4を履いたS グレードで群馬サイクルスポーツセンターを走った時のあの感動が、果たしてこの17インチのプライマシーを履いた R グレードでもですね、あの感動が味わえるのかと、そこがですね、個人的に大いに気になっておったんですが、その辺がね、どうなのかということをですね、今回ちょっと報告を簡単にしたいと思います。後日またですね、同じ条件で S グレードとですね、乗り比べをしてです、本当のこう細かいところとかまた探っていこうと思うんですけども、今回この R グレード単体で、ワインディングを、軽く走った、その印象をです、報告できればと思います。それでは乗ってみたいと思います。巡航も素晴らしくいいですし、街乗りもすごく楽ですしね、エンジンが大きくなってトルクがあるので、なんせそのどんな状況でも本当にこういいんですが、一言で言うと、やっぱりですよ、やっぱりこの山道に来た時のやっぱりこの気持ちよさは、もう本当にもう水を得た魚といいますかですね、やっぱり本領発揮というか、一番もう、どの場面でも気持ちいいんですけど、本当に一番気持ちいいのはやっぱり山道なんだなということをですね、ものすごく感じられる。もうやっぱりこのね、車体のバランスの良さ、このね、低重心とかも一言では言い表せないですが、このね、ルーフをアルミにしたり、フェンダーも丸めにしたりですね、もういろんなこう細かい改良の組み合わせによってですね、本当にこの山道での動きが滑らかでスムースで気持ちよくて楽しくて、もう物理的に、ものすごくこう物理的に通常の良い機械に乗っておると、もうそれがですね、全然飛ばさなくてもね、めちゃくちゃ感じられるんですよ。これはその日常的なね、一般道の普通のカーブとか高速道路のインターのルーフなんかでも感じられるんですけど、やっぱりこういうね、くねくね道に来るとですね、もう本当に何ちゅうか、本当にもうね、水の上を流れるようにね、この動きの自然さ、分かりやすさ、扱いやすさがですね、基本的なですね、今の陽の発生のあのこれ口では表しづらい、今のね、この車が陽モーメントが働き始めたあの瞬間のこの曲がろうとする旋回モードに入った動きのあの気持ちよさは、僕は言葉と文字で表現することができないんですが、もうね、そんなくらいこう表現の言葉が見つからないくらいですね、もうこの一言で言うと、運動性能、旋回性能が良いというね、
言い方になってしまうんですけどもね、この味が本当になかなかこの車以外ではなかなか得られないかなというねところでございましてですね、エンジンがですねやっぱ排気量アップしてるので、もうこういう日本のね細かい山道だとほぼ3速オンリーで、まあ3速でちょっと気持ちよく走ってるとちょうどこの回転がね一番こう最大トルクが出るような回転域に当たるので、3000の後半ぐらいかな。だからますますね、せっかくマニュアルに乗ってるんですけどシフトチェンジをする必要が感じなくなってしまうという、それはある意味難点だったりするわけですから、だから意図的に、ね、回転は上げて、まあ、落とす必要ないんですけども二速に落としてですね、ちょっとこのエンジンフィールを味わうと。で、まあ、このエンジンですけどもね、本当にこの何と言いますかね、いろんな表情がありましてですね、もうアクセルワーク次第でいかようにもこの、ね、キャラが変わると言いますかね、ゆっくりおとなしくじわーっとスロットルを開くと、もう本当におとなしくね、静かにこう、なんていうかね、ジェントルなね、実用車のように静かに回りますし、ひとたびちょっともうアクセルを、ね、ムチを入れるというんですかね、踏み込むとね、もうこの、サウンドのね、演出効果もあってですね、ガラッとこうキャラが変わる。SI モードがないんですけども、もうドライバーの右足次第で瞬時にもう I もインテリジェントモードになったり S になったり、 S シャープっていうほどねドカーンというパワーはないわけですけど、ターボのように少なくとも S と I がなんかもう自分の右足でねアクセルワークでそれが瞬時に切り替えられるエンジンみたいな、ね、初代モデルにもそういうところちょっとありましたけどもね、それがやっぱりトルクアップしてることによってね、よりそのメリハリが効くといいますかね、このまたすいません、うまく説明できないんですが、この旋回の羊毛フェントが始まる気持ちよさ、そしてその旋回姿勢が本当にこう乱れずに綺麗にですね続いていく気持ちよさ、これはねちょっとやっぱサーキット走行でももちろんそういうところあったんですけど、やっぱりねサーキット走行で峠ですね、この車本当気持ちいいのは。いや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 、ということでですね、まあ結論から言うとね、この R グレードでもこの新型 PRZ のハンドリングの気持ちよさはもう全くその遜色なく味わえるのかなと。でまあちょっと頭のね中の記憶にある S グレードのタイヤのねグリップ感を思い出せばね、まあ、あの S グレードの方がもっとグイグイ曲がったっていう感じは確かにあったと思うんですけども、まあ、少なくともこの単体での R グレード単体で乗ってるとです、ね、ああちょっともうこの17インチのプライマシー、ちょっと頼りねえなみたいな一切思わないですね。ということはすなわちこの車やっぱりタイヤのグリップにやっぱ依存をしないというね、もちろんグリップが上がれば上がるほどね、そういうそっち方向の気持ちよさもちろん上がるわけですけども、仮にこれもっとこうね、なんやろ、もっと穏やかなねエコタイヤみたいなタイヤを履いても多分このね気持ちよさはほぼ変わらないんだろうなという、ね、いうことで、まあ、一ついい車の条件としてね、タイヤに依存しないっていうのが、まあ、僕の自分の個人的ななんかその、指標の一つだったりしますけど、タイヤが変わるとガラッと乗り味が変わっちゃうような車はなくはないわけですが、もう全くそういうところがない、これは結構、ね、過去のスバル車の美点でもありましたけどもね。なのでこの R グレードの17インチね、ちょっとビジュアル的にはね、隣に S グレードが並んだりするとですね、タイヤがちっちゃく見えたり、なんか車高がえらい高いなみたいなね、ビジュアル的には若干残念なところがやっぱりあるんですけども、この山道来たらね、まあ、山道来なくても走りは基本やっぱりね、変わらないのかなという、ちょっとまた今度ね別の機会で S グレードをですね同じ条件でこうね乗り換えてまたチェックをしたいと思うんですけども、少なくともこの R グレード単体で乗ってる限りにおいては不満皆無ですね、本当に。いやいやいや、ということでですね、この BRZ の気持ちよさ、もっとこう
高速巡航もね素晴らしいし、街乗りも楽だしね、本当どんな場面でもね万能的にいいスポーツなんですけど、やっぱこの山道の気持ちよさは別格、別格中の別格ですね、やっぱりね。そうだ、エンジンもねやっぱりですね、トルクが増えたので本当に回せなくてもね、気持ちよく乗れるんですけども、やっぱりこの高回転域キープするとね、 NA エンジンらしい、 NA のスポーツユニットらしい高周波といいますかね、意図的に作ってる音以外のこうエンジン本体からねちゃんと聞こえてくる、生のねエンジンサウンドも含めてね、NA スポーツに車好きが期待をする、もののね全てがあるのかなと。今ちょっとレッド手前7センチちょいまで、まあ、そんな負荷はかけずに、ね、回転だけ上げましたけども、まあやっぱりその NA ならでは NA のスポーツユニットに車好きが求める気持ちよさがね、やっぱりものすごい高いレベルで、しっかりと味わえると。ターボの炸裂感もねもちろん私大好きですが、
ただ走るためだけに走りに行きたくなるというね。まあだからこうね、走行距離もあっという間に伸びたんですけども、これがですね、まあ押しむらくは押しむらくというかね、埼玉もなかなかこう近くに山がないもんですからね、なかなかこうパッとワインディングにね、家からすぐ行けないんですけどね、まあ、昔私 GC8 買った頃は奈良県にいましたんでね、もう自宅の周り全部ワインディングでしたからね、よかったんですが、いや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 、はい、まあね、まあ、クローズドコースではね、群馬サイクルスポーツセンターのクローズドコースではないので、そんなね、あの軍祭で S グレード乗った時のようなペースではね走れないですけども、まあ、この R グレードの気持ちよさは本当に、概ね S グレードに遜色ないものであるということがですね、完全に確認ができたと。そしてもうエンジンもシフトもね、やっぱり山道に来た時にもう最高に気持ちが良くなる。のあるところを乗り越える時の足さばきもね、本当にいいですよね。なんでそういうところも含めて本当にこう足もよく動いてるし、フロント荷重もね、リア荷重もこう抜けそうな気配がない。で、まあ、この車リアにスポイラーつけてますけど、まあ、この速度域だとね、そんなにダウンフォース効いてないと思うんですけど、基本この四輪の接地性、グリップ感、フロントのね、このコーナリング中の内側のタイヤがまるで駆動してるかのようなね、その感じはどうかな、 S グレードの方がもうちょっとあったような気もしますけど、タイヤのグリップの違いでね、本当にこう四駆ばっかり乗ってきたような私でもですね、本当にこの四駆ともう完全に変わらない安心感を抱きながら、何の不満もなく不安もなく気持ちよくスポーツ走行が堪能ができる。いや、ちょっともうやっぱりね、新型 BRZ 本当にもう車付き運転付きのドライバーがもう骨の髄までね、ハンドリングをね楽しむ気持ちよさ、幸せ、喜びが得られる、やっぱハンドリングマシンなんだなというね、 BRZ ハンドリングマシン、これほどやっぱりね、しっくりくる言葉もないというかね、もうまさにスーパー GT もね、ボディのね、形状とか全然違いますけど、やっぱり水泳対抗エンジンをついた FR のレーシングカートです。やっぱりこの市販のね、普通のモノコックのボディに FA24 積んだ、この市販のミラーセットもですね、もうやはり、随一のハンドリングマシンであると、もうそのやっぱりね、共通感、共通性というかね、まあ、これは例えば GC8 が WRC に出てですね、自分の GC8 とグループ A の GC8 で、まあ、あれは本当にメカニズム的にもですね、市販車とラリー車が近い関係にあったわけですけどもね、やっぱあれをちょっと思い出しますよ。ね、GT のマシンはパイプフレームじゃねえかみたいなね、全然違えだろうみたいな、そういうツッコミももちろんあると思うんですけど、もうその精神的な部分においてはやっぱりね、同じ魅力が得られているという、そう、まさにGC8 を買った当初 WRC でですね、スバルが大躍進をしたあの頃のやっぱり感情が蘇る、これがちょっとね、個人的な今回新型 BRZ を買った最大のやっぱりね、ちょっと予想を超えた部分かな。あの時のね、自分の車とモータースポーツの車との、ね、そのつながり、あの時と同じようにまさか感じられるとはという、ね、いやー、ということでですね、はい、なんかもう永久に喋り続けてしまいそうになりますが、ちょっとまたね、違う機会で S グレードとね、
しっかりと乗り比べをしてまた改めて報告をしたいと思いますが、はい、いやちょっとまずいまたビアレスレッドばっかり乗ってしまう昨日久しぶりにですね、GJ3 とか GC8 ね乗って車洗ったりちょっとケアをしたりしたんですけどもね、まあ、やっぱあの2台ももちろんいいんですけど、やっぱりこの新型 BRZ から得られるこのなんちゅうかファントゥードライブ性ちょっと別格すぎてですね、もう納車からね5000キロも乗りましたけどもね、まだ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 この車のこう探っていきたい魅力はもうまだまだこう山ほどあるというかね、まだまだこう序の口と言いますかね、まだまだこの車のもう数パーセントぐらいしか味わえてないのかなということでですね、これから先のカーライフのワクワク感が、半端なく膨らんでいくということで、今ちょっとね、納車がね、新型ビアレゼット注文した方、納車待ちがちょっとね、工場の停止もあってね、納車が延期になったりして、ちょっと、早く納車してくれと思ってる人たくさんおられると思いますけどもね、まあ本当にね、もう待つ回もあると思いますし、なんちゅうか想像をね超えるこのなんちゅうかファントゥードライブ性ね、本当ちょっとね自分のこの言葉の引き出しのなんかしょぼさね、文字書いててもそうなんですよね、記事書いててもね、この気持ちよさを全然文字で表現できない、言葉でも表現できないという、なんか久しぶりにそういうなんか悩みに直面するくらい、なんちゅうか楽しい、本当純粋に一言で言うと楽しい車ということでですね、なんか自分の買った車こんなに褒めちぎるのもどうかというところもありますが、まあ、細かいね不満もね、まあ、なくはもちろんないんですけども、もうこのね やっぱ山道来たらもう全て解消するとか、もうね細かい不満は全て消えるかな、そのね、スロットルがちょっとそのアイドリングぐらいからねパンと踏んだ時の反応がねちょっと、まあ、これビラセットに限らないですけどね、最近の国産の MT 車大体こんな感じなんですけど、でも活発にね踏めば全部ガラッとキャラが変わりますんでね、もうこういうとこ来たら不満なくなるんですが、まあもうこの山道の気持ちよさを味わえばね、もうそんなものは本当に取るに足らない、ね、程度の不満であってですね、というのをね実感ができるので、新型ビラセット買った人はねもうひたすら山道、まあ、もう奈良市が終わったらもうね毎日山道ぐらいの勢いで楽しんでほしいかなと思います。ほんと速度を上げなくてもね、この新型 BRZ が持ってるこのボディのね、なんかこのモーメントのね、テキサスぶりは、スピードを上げなくてもね、全然味わえますんでね。あとそのギアもね、低めのギアで、走ればね、速度を上げなくても、この NA ならではの高回転域の切れ味の良さとか、サウンドね、堪能ができますので、新型 BRZ 買われた皆さん、鳴らしが終わったらもう山道、もうこの山道の新型 BRZ と味わわないとね、やっぱり一番美味しい、ね、部分の一番美味しい味ですから、ここがそれをちょっと改めて強調したいかなということで、では次回また S グレードと乗り比べができたらと思います。はい、というわけでありがとうございました。ありがとう新型 BRZ ありがとう。ということでね、いやこの車乗ってですね、オートポリスに行くのも楽しみでしょうがなくてですね、もうこの間ね優勝したいい流れもありますしね、まあ、なんつってもやっぱり僕毎回ねオートポリスほとんど自分の車で行ってるわけですけど、阿蘇山のワインディングです。阿蘇山のワインディングね、まあ全国結構ねいろんなワインディング、まあ、特にちょっと有名どころのね、いわゆるドライブスポットとして、あるいはその走り屋の間でね、よく知られる山道峠道、全国結構ね、大体行きましたけどもね、もう阿蘇山の道、何ロードっていうのかちょっとパッと出ませんが、阿蘇山界隈の道のね、一番僕日本で一番好きなやっぱりワインディングでして、もう景色もいいし、もうね、コースレイアウトというか、速度域と、そのカーブの続くね、なんかバランスがすごくいいんですけど、あとアップダウンとね、あとまあ景色がね、圧倒的なカルデラならではのね、景色の良さ、もう相まってですね、阿蘇山のワインディング走りたくてしょうがない。だから
ちょっと前まではね、GC8 で今年はね、阿蘇山走ろうと思ってたんですが、思いのほかね、新型 BRZ が早く納車をされたので、結局まあこれで行くんですけど、多分。去年ね、オートポリスがなかったので、去年やったらね、GC で行けたかなと思うんですけど、なんせですね、日本で一番好きな、ね、道を、自分の車でね、しかもこのハンドリングマシンで、味わうその、喜びを想像するとですね、本当にもう待ち遠しくてしょうがないわけですが、そういう感じでもうロングドライブはまず楽ですし、また話が長くなる、まあいいや、はい、じゃあこの辺で、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。